どうも PO25 です。まあちょっと動画の方を撮っていくわけですけれども、何かこうユリの話がしたいなと思いまして、はい、まあちょっとねこうツイッターを見ていた中、嬉しい情報がですね実は私のものに入ってきました。12月の12日にですね、アネモネは熱を帯びる4巻が発売されるらしいです。やったね、まあ、そろそろかなとは思っていましたがね、アネモネも出るというところで、これで笹恋もですね今どうやら制作してるらしくて、まあ、時期的にそろそろ女友達が結婚してみたも、まあ順当にいけば出るというところで、本当にこう楽しみが続くなといったところでございますが、まあ、そんな中で今回はその、まあ、12月12日発売日がね決定しているアネモネ熱を帯びるをもっと広めようというところで動画を撮っていこうかなと思います。はい、まあといってもですね、私アネモネの熱を帯びるの作品紹介に関してはもう一度出しているんですね。うん、だから2度目をやる必要はないんですけれども、じゃあ今回何をしていこうかというところで、視点を作品全体からキャラに向けていこうというところでございます。はい、というところで今回は、キャラ紹介の方をねしていこうかなと。まあ全員紹介するわけではなく、一人に絞って、私の好きなキャラ一人に絞って紹介していこうかなと思います。そしてこの企画はですね、原稿を用意していないというところで、まあ何でしょう、ある種ねこう裏の目的としては、私のトーク力を鍛えるというね、動画になります。まあ、トーク力を鍛えるといった名目で話し続けることで、編集をしなくていいっていう、このちょっとちょっと本当に裏の面もありますけれどもね、まあそこはあんまり気にしないでくださいというところで、早速、話していこうかなと思いますが、まずアネモネの熱を帯びる、今ね全体で3巻発売されております。まあね、非常に面白い漫画タイムキララの方で、連載されている作品、ブックカバー破れてるいやというところで、漫画タイムキララフォワードの方で連載されている作品でございますが、非常に面白いユリ漫画でございます。はい、そんな中で、私が今回ご紹介していくキャラはどっち、まあどっちかなんだよね表紙に出てるどっちかでありますが、真白の方を紹介していこうかなというところでございます。まあもう読んでる方でしたら真白と言われればね、まあこっちかというお話は分かりますが、読んでいない方の用のね動画になってますので、まあしっかりと提示しますが、こっちですね、このこっちです髪染めてない方をちょっと紹介していこうかなというところでございます。まあまあ私、真白の方が好きですのでお話をします。はい、まずは、本名が小宮山真四郎という子でございまして、高校1年生ですね。まあ、渚と一緒の、年齢になります。渚ってこっちね渚と一緒の年齢になりますが、まあ一緒の時期に同じ高校に入学した子でございます。まあ、比較的体が弱い子、まあよくある設定ですが、体が弱い子になりますね。はい、まあ、ただですね、体が弱いんですけれども、まあ、このね絵を見てもらいたい。これは3巻の購入特典なんですが、体が弱いんですけど意外と積極的ここがすごくですねいいんですよ。意外とこう恋愛面というか、渚に結構積極的に絡んでいく姿勢っていうのが序盤の方から見えますので、本当にねそこが素晴らしいんですね。はい、そして、無邪気、ここもねもう特筆すべき点、無邪気ですね。もう本当に邪気がない、天真爛漫というかね、活発というかね、まあそんな感じの子でございます。まあ他のユリ漫画作品で例えるのが適切かどうかは分かりませんが、まあ日のひまりちゃんのような子でございますかね。本当に天真爛漫、活発でこうアクティブな子でございます。体は弱いんだけれどもね、まあそんな感じの子でございます。で、そうですね、意外とこうやっぱ感情が表に出やすいですかねでも嬉しがるところは嬉しがるし、怒るところはしっかり怒る、そんな感じの子でございます。で、意外と話を読み進めていくと、頑固だったりとか、それ結構自分の意見曲げないところとかね、あとは何でしょう、感情の切り替えっていうのもすごく早くて、そうなんですよね。あんまネタバレしない方がいいのかな喧嘩とかしても、喧嘩とかしてすごいムッとするんだけど、仲直りした瞬間にこう笑顔で話しかけるみたいな、そんなタイプのね、本当に切り替えの
すごいこうなんですけれども、まあそんなに感情豊かだからこそ起こる3巻終盤の、まあ、あのシーンというのはもう私の、好みにドンピシャに刺さりましたあのまあまあまあこれ読んでいただいた方がね一番いいかなというところでございますので、よろしくお願いします。何話そうと思ったんだけど、それ以外なんかねちょっと前まで考えてたんですよ。こうちょっとねこうとこの動画撮る若干前にですねまとめて考えてたんですけど忘れちゃったらちょっと待ってね、ちょっとなんかもしかしたら見たら思い出すかもしれない。ああそうだそうだそうだ、言い忘れた、ビジュアルがいいですこれは最初に言おうと思ったんだ。まあ最初にビジュアルがいいですっていうことを言おうと思ったんだけど忘れちゃったね。うん、ビジュアルが本当にいいんですね。あ、そう、あと、頑張り屋です。ここもね、大好きなポイント、頑張り屋。まあ本当に一度決めたことをしっかりと頑張れる子ですよね。いや、私多分ね、頑張り屋とかね、一直線のことが多分好きなんだわ。いや、なんとなくね、自分の好みが分かってきた気がする。あの、笹恋もさ、木のひまりちゃん好きで、あとなんだろう、笹恋も木のひまりちゃんが好き。で、あとは、頑張り屋、あ、そう、うずきとかもそうだしさ。でも、足立と島村は島村なんだよな。まあそんな感じでございますよ。本当に頑張り、あ、ほら、だって今日は彼女がいないからね、彼女、私、フーコですからね。フーコ一番のところ一番好きですけどね。まあ意外とフーコもほら、だってね、ユニに対して頑張りである部分がありますけれどもね。あ、なんか、脱線してる。まあそんな感じかな。確かこれが、撮る前にすごい考えてたこと。本当にね、こういうこの子はですね、ユリに積極的って言い方もおかしいけど、すごい結構果敢に、まあ、なぎさんにアプローチを仕掛け、感情の切り替えが激しく感情が豊かでございまして、天真爛漫無邪気というところで、はい、頑張り屋一応まとめだよこのね、そんな感じでございますけれども、まあこれで興味が出た方はぜひとも読んでみてください。はい、どうだろう、いけたかな。でもねすごい言ってることは簡単だったと思うんで、個人的にはいいんじゃないかなと思います。もう7分撮ってるんで終わりにしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録なんか待ってますんでよろしくお願いします。はい、バイバイ。